視聴者の食の有無アンケートってくれ。あ、確かに今日は社会人も見てんじゃねえの。この情報ってめっちゃ正しいと思うわ。で、この時間って多分まだギリギリ仕事してるやつも起きてるだろうから。5、4、3、2、1。これみんな無職何パーぐらいいると思う俺2、十30%パーは無職いると思うわ。無職20%パー予想。 ああ、30%いるんだ。学生36.5%なんだな。まあ、フリーターと合わせたら34、34%が、え無職23%か。うーん。無職23%、学生36.5%、夕食29.3%、フリーター10.3%。だって。働いてるやつ3割。学生3割。 無職。あ、働いてるやつまあ、フリーターを働いてるとか、換算したら、働いてるやつ4割、学生、まあ35%、無職25%。だって。これぐらいがうちの視聴者の割合だね、多分ね。これ正確だと思う、結構。ミラーも同じ割合へえ。ー。ミラーは無職24%、学生40%、夕食27%、フリーター7%、まあこんなもんだよな。多分な。 25%、4分の1無職って。おい、待て。ちょっと待て。今、ニコ生、本家と、待て。今、本家が立ち見どこまで出てるうーん、9000人。と、ミラーが、ありな、ABCDEF。3500人。1万3000人見てて、そんで、その25%ってことは、2500。やば今、ここに3000人の無職が !3000 人の無職今。リアルタイムで。 おぞましくないか今ここに3000人の無職がいます。とんでもねえことですぞ。無職だけ集めても3000人いるんだぞ。<laughs> やべえな無職3000人もいるんだちょっとすごいね無職3000人って。 <laughs> 無職3000人集めて何かしよう。なんか、何にもできねえから無職や、でいるのに、なんで何もできねえやつ集めて何かしようっつんだよ。だったら働いてるやつの中から優秀なやつを引っ張ってこようぜ。いや、だから今日見て、見れてない無職。無職で見れてねえって、何見て、いや、無職は全部見るべきだろう無職で忙しくて見れねえとか、いや、働いてるやつが明日仕事早いから見れねえとかっわかるんだけど、無職は参ヶ月100%じゃなきゃおかしいだろ、これ。 ああ、なるほど。ちゃんと寝てる無職もいるらしい。何その、何のために無職なのちゃんと寝てる無職。規則正しい無職。相反する存在。<laughs> 他の無職のやつって、加藤純一放送を見ないで何やってんのおっしゃそれ。 他の無職のやつ、あいつ、無職で加藤淳一の放送しか見てないって、あいつ大丈夫かって。もう、とんでもない、いたちごっこが始まってるぞ。あいつ、働きもせずに加藤淳一の放送かじりついてるって、大丈夫かって。他の無職に心配されてるぞ。加藤淳、無職には2種類いるんだよ。加藤淳一を見る無職と加藤淳一を見ない無職。この2色の無職に分かります。 驚くべきことに。